はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ時なんですけども、明日からね3周年イベントが始まるというわけで、その前日、まあもうドキドキウキウキワクワクさんなんですけど、まあ今ねツイッターにて行われているキャンペーンがバカクソ激アツなんで、ぜひともちょっと共有していこうかなと思いますので、ちょっと公式のツイッターさんに行きましょう。というわけでジャンプチの公式ツイッターさんに飛んできたんですけども、たびたびねお得なキャンペーン情報やったはるんで、まあ公式さんはねぜひともフォローしておいた方がもう絶対にいいんじゃないかなと、思います。あとね僕のツイッター概要欄貼ってるんでフォローよろしく。というわけで早速やっていくんですけども、今行われているキャンペーン3つ、ありまして、まず1つ目は、こちらですね、天下無双のお父さん合体というわけで、抽選で5名様に無双キャラクターが当たる、で抽選で30名様にルビー3000個が当たるというキャンペーンが、まあ、昨日からなんですけども行われておりまして、まあこの公式ツイッターさんをフォローして、この投稿をリツイートするだけで応募が完了となっております。これ、応募期間は、今日の23時59分までとなっておりますので、まあぜひとも早急に、フォロー&リツイート、まあぜひともやった方がいいんじゃないか。まあ5名様なんで、今で言うたら2万7000リツイート、2万7000分の5なんで、ちょっと計り知れへん可能性なんですけども、まあでもゼロではないので、その可能性にかけるのもいいんじゃないかなと。僕ちなみにこういうので当たったことありますので、だからぜひとも、皆さんもその可能性を信じてやってみるのいいんじゃないかなと思います。そんでもって、2つ目こちらですね、目指せトレンド入りというわけで、ハッシュタグジャンプチやるなら今のハッシュタグをつけてツイートをお願いしますと、今日中にトレンド10位以内に入るとルビー先行全員にプレゼントというイベントが行われておりまして、これどういうことかというと、まあ、このハッシュタグをつけてツイートとで、トレンド、もうツイッターにはそのトレンドという機能がありまして、なんかホットな話題の言葉がなんか順位ってなって、なんか結構ランキング付けされているんですけども、そのランキングにこのジャンプチやるなら今がランクインしたら、ルビーみんなでもらえるっていう感じなんで、もうねハッシュタグつけてツイートするだけで OK です。これはまあ例えばこんな感じで、ハッシュタグジャンプチやるなら今で、まあ適当に言葉添えてツイート、まあするだけで、まあ僕のね清き一票がここに反映されると言っても過言ではないので、このまあ皆さんでねぜひとも、まあ今ぐらいにもうバカほど、このハッシュタグつけて、まあツイートしたらおそらくトレンド入りはするんじゃないかなと思うんですけども、でもね今現在入っているトレンドがねもう激強なやつばっかなんですよね。ヒロアカ5期とか、あとなんといっても呪術がなんか朝、今日の朝ですかね、なんか映画化、ゼロ感が映画化するという話題でもトレンドはもうブワーって総埋め、あとモンハンライズとかも強いから、その辺と戦わないといけないのはなかなかきついんですけども、まあでも皆さんの力をね持ってすればもうこれ何回でもツイートして1人1回大丈夫なので、まあぜひともバカほどツイートしまくって、ランキング入り目指しましょうという感じですね。はい。んでもって、もう一つはですね、こちら、3周年記念リツイートキャンペーンというわけで、参加方法は、この、まあ、公式さんはツイッターをフォローして、この投稿をリツイート、まあ、これリツイートするだけで、2万リツイート、このツイートが2万リツイート達成したらルビー1000個またさらに全員にプレゼントされるという感じになっております。だからあと今5500やからあと1万5000ぐらい必要なんで、まあぜひともツイートリツイートの方よろしくお願いしますという感じですね。だからうまくいけばこれで1000ルビー、あと今回のこれで1000ルビー、2000ルビーもらえるというかもしれないか、まあ、かもしれないなんで、まあ可能性が秘められているという感じなんで、まあ、これはぜひともやりましょう。まあ個人的に一番きつそうなのはやっぱりこれかな、トレンド入り。今のトレンドがかなり強いし、今なんか1位か2位かのところになんか桜の日、今日3月27日がなんか桜の日
らしいんですよね。なんか分からへんけど、だからその桜、季節的にも桜の時期ですから、そこがかなり強い、もしかしたら呪術以上にちょっと手強い敵になるんじゃないかなと思うんですけど、まあでも1位になる必要はないんで、これ10位以内に入ったらいいので、まあまだ可能性は残ってるんじゃないかなと思うので、というかまあこういうツイッターのこういうキャンペーン的なやつ、だいたいジャンプチトレンド入りすることがまあ多々あるから、まあいつも通りいけば10位以内は硬いんじゃないかなと思うんで、まあぜひともね、ツイートしまくって1000ルビー運営さんからもぎ取りましょうよ。